はい、どうも、ケイキングです。今日ですね、ウィニングポスト10体験版続きやっていきましょう。1998年8月3週から難易度エキスパートでやってます。ステイゴールド、そしてバラ一族ロサード選びました。今、ステイゴールドはこんな感じ。あとはロサードこんな感じです。はい、ローテはこんな感じしてます。ああ、本当はね、こことか避けた方がいいっす。これ実際撮ってるのがサイレンスズカで、で、エルゴンが2着。まあ、かなりレベル高いので、いつもだったら避けます。ただ今回体験版でさ、1年しかできないので、このまま、このローテでいきたいなと思います。いつもはね、まあ結構、こうメンバーとか確認して、まあ勝てるところ登録するって感じです。で、まずは勝つってことを教えて、でかいところを取りに行く。まあ、ネクストで。OK。まあ、ちょっとサイレンスズカ、エルコンの走り、ちょっと見たいね。どっちが勝つのか。お、イベント来た。はい。まあ、ネクストいきます。まあ、どんどん進めていきましょう。説明はいらないっす。勝負根性はいらないので、まあ、パワー上げていこうか。はい、オールカマー。そうやね。はい、オッケー、いきます。ダイジェストで。どうだ。後続との差は3馬身以上。このリードを保てるか。残り 200m を通過して11番粘る。一気に1番、もう一伸びって足りないと。惜しいね。11番1着、2着は微妙です。見事に勝ちました。11番、うん、もう一伸びが欲しかったね。調教いこうか。オッケー、いいね。うまそな。まあこういうのも出てるんですね。まあそうやね。サイレンスズカ勝つんかな。能力的にはエルコンの方が上ですね。ただ歴史は変わらんか。
まあエルコン、グラスワンダー、サイレンスズカ、ここの 1,2,3 でも確定です。サイレンスズカ、エルコン、グラスワンダーになるかな。サイレンスズカ、グラスワンダー、エルコン、サイレンスズカがなんか勝ちそうな気するよね。3番先頭、後続とは3馬身以上、その差は縮まらない。2番足を伸ばす、この差は果たしてどうだ。1番上がってきた、ここからが勝負だ。3番先頭、これまあこの時のサイレンスズカ絶好調ですからね。連勝中やからね。アドバンテージをキープ、後ろはどうか。2番手は2番、3番1着、3番強えな。2着は2番、3着に1番、まずは前哨戦を制しました。あと固有が発動してましたね。ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。サイレンスズカ、グラスワンダー、エルコン、まあこの辺と自家製サンバで戦うの楽しみやね。ロッサーのイベント、はい、進めていきましょう。スペシャルウィーク3冠か。まあ、やっぱそうなんですね。ウィニングポスト9の時も、だいたい3冠取ります。セーブスカイはね、一つも取れない時は多いっす。進めます。状況言っとくか。まあこれはグラスワンダーっすね、間違いないっす。 100% とは言わない、 99% グラスワンダー。先頭外から、どう、16番先頭、7番2番手、手応えはどうか。なんか発動しましたね。その差は2馬身から3馬身、あと 200m、 後続は遥か後方、これは完全にちぎれた。2番手は7番16番、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は7番、はい、強いね。3着に1番、これがまあこうじゃないとね。16番自家製3馬で倒します。ネクストで3着。12月。はい、アリマ行きます。まあ、スペシャルウィークか、グラスワンダーの、まあ、どっちかっすね。ウィニングポスト9、2022のスペシャルだと、どうかな、グラスワンダーが勝つ確率は高いっす。非根幹距離のグラスワンダー強いんすよ。ただ今回は分かんないです、このウィニングポスト10だとどうなのか。はい、行きましょう。とりあえずスピード上げて、これでスピード B。大成功。
に上がったんか。1のところね。ホープフルは、まあ、ネクストでいい。スペシャルウィーク1番人気。で、ブライト、マチカネ、福来たる。エアーグルーブ、グラスワンダーか。まあでも、グラスワンダースペシャルウィークのどっちかだと思います。レースとか。いよいよ今年の G1 も終わりが近づいてきました。今年1年、ターフを沸かせたスターホースたちが、冬枯れの中山競馬場に集結。さあ、日本競馬の総決算、夢のグランプリ、有馬記念の発走。負けられない戦い。この大歓声をお聞きください。はい、スペシャルウィークシルクジャスです。その借りをこの前走での見事大レースでこそ、後方一騎がこの行為につけ、直線で行為から数々の影の前走の結果、いや、シルクジャスティスがさ、切れ味抜群で来るかもしれないですよ。決めてしょう、今年前走の足毛の、さあ、いよい、ファンに選ばれた優駿たちが暮れの中山競馬場に集結しました。勢いに乗る三歳馬が一気に駆け上がるのか、歴戦の小馬がその実力を見せつけるのか、日本競馬の総決算、有馬記念の発走です。さあ、最後は大外枠の16番、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのは8番、12番、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく8番行きました。続いて前へ行くのは12番、非根幹距離は任せろ。9番、その後ろ8番、先手を取りました。好位置をキープしています。1番、その隣に4番、ここに7番、隣には6番、14番、それに続きます。すぐ後ろに11番、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあ、この辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。さらには15番、オレンジの帽子、13番、その後ろ、この位置に10番、2番、すぐ後ろ、まあ、このメンバーはね、全体で見てもまあ結構レベル高いですね。さて、先頭に戻りましょう。この辺りで1、2コーナーの中間点を通過。8番、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し離れて9番続いています。並んで自家製3馬で勝つのもまあ結構きついよね。その後ろからは4番、1番人気の1番、現在先端に取り付いています。すぐ後ろに7番、並んで6番、その外に12番、並んで牝馬、三冠馬、14番、すぐ後ろに11番、その後ろに15番、並んで古豪、13番、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ、先頭はまだ8番、まだ粘っています。2番手は16番、9番、3番手、1番、ぐんぐんと差を詰めてくる。後続集団も追い上げにかかります。さあ、先頭は16番、1番、スペシャルウィーク来てますね。4番、4コーナーカーブから直線コースに向きました。お、特性発動して、ただグラスワンダも発動する。さあ、先頭は今度は4番、2番手は1番。あ、やっぱこうなるんか。4番、1着、2着は1番、非根幹距離はね。16番、安城、お見事。 G1 の大舞台で手綱が冴え渡りました。勝ったのは4番。グラスワンダースペシャルイクセウンスカイ、メジロブライト、エアグルーヴ、ステイゴールド。レベル高かったっすね。はい、じゃあ表彰式行って、で、あとは名声オペラか。安定っすね。アブクマポロも強いっす。で、シーキングザパールで、スペシャルウィークが頑張ってて、エアグルーヴもいい感じか。宝塚取って、大阪へも取ってる。テーマオペラを、スペシャルウィーク、シルバーチャーム、さすが。
おお、いい感じだね。はい、ということでここで終わりたいと思います。次はウイニングポスト10製品版で会おう。ご視聴ありがとうございました。